こんにちは、ミカです。2022年10月29日、トースターで作れるお家で簡単本格パンという本を修和システムさんから出版しました。オーブンがなくても、初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっています。美味しくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう。今日はこねないフォカッチャをご紹介します。まずパン作りの工程を説明していきます。大きく分けて7つの工程に分かれています。1、計量をする。2、生地を作る。3、一次発酵をする。4、分割をする。5、成形をする。6、最終発酵をする。7、焼くです。だいたい4時間ぐらいで作れます。発酵時間が長く作業時間が短いので、何かの合間に作るのにはとっても適したパンです。では実際に作っていきましょう。1番の計量はもう済んでいる状態にしてありますので、2番のこねるからスタートです。ボウルに粉、イースト、砂糖、塩を入れ、ゴムベラでよく混ぜていきます。そこにお水とオリーブオイルを加えていきましょう。ゴムベラで粉気がなくなるまでよく混ぜていきます。水分はなくなったけれども、まだ粉気が残っている時にはゴムベラで生地を広げるようにしてお粉を混ぜていきます。広げたところをお粉の上にかぶせてあげるようにしてあげると、残っている粉類が混ざりやすいです。粉気がなくなりましたら、ゴムベラに生地の一部を引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます。切れる直前まで持ち上げてあげて二つ折りにしていきます。生地をゴムベラに引っ掛けて落とすをだいたい20回ぐらい繰り返しましょう。もしやりにくい人は生地を親指でこう押さえてあげると伸ばしやすいです。最初はブチブチ切れてしまいますし、伸びにくいかと思いますが、気にせず20回必ずやってあげてください。早送りにしちゃってるので簡単そうに見えますが、意外とね、この持ち上げるの大変なんです。ゴムベラがないときはカードを使ってもいいですし、慣れないときは手で伸ばしてもらうとやりやすいです。10回ぐらいやりましたら、ゴムベラと指先をきれいにしていきましょう。2ラップをして室温で1時間置いておきます。1時間経ちました。生地が大きくなって緩くなったの分かりますか？これからパンチをしていきます。先ほどと同じようにゴムベラに生地を引っ掛けて伸ばします。最初に思いっきり伸ばしてあげると、だん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 伸びなくなってきます。10回終わりましたらラップをして1時間置きます。次の工程です。1時間経ちました。生地がつるっとして滑らかになっています。分割をしていきます。テーブルに打ち粉をしていきます。打ち粉は強力粉を使っています。生地をテーブルにかき出してあげましたら分割をしていきましょう。2分割していきます。今回は目分量で構いません。アルミホイルを敷いた天板に生地を移していきます。結構ベタつきますので、手にくっついてしまうようでしたら指先に打ち粉を少しつけて作業するとやりやすいです。天板に移しましたら指先で生地を平らになるように広げていきましょう。もう一つも同じようにします。ポイントは生地の大きさよりも高さを揃えることです。上にオリーブオイルを叩いていきます。生地全体に叩いていきましょう。穴を開けていきます。下まで貫通しなくても大丈夫です。生地全体が均等になるように開けてみてください。最終発酵をします。生地の厚さが 1.5 倍になるまで室温に置きましょう。焼いていきます。生地が 1.5 倍ぐらいに膨らみました。穴もほとんど残っていません。岩塩をふるって180度で15分焼いていきます。はい、焼き上がりました。表面にほんのり焼き色がついています。そんなに濃い焼き色はつかないです。いかがでしたか？混ぜるだけ、指先で広げるだけの初心者さんでも簡単に作れるパン作りです。そのまま食べてもサンドイッチにしたり、お料理に合わせてもとっても美味しいパンです。ぜひ皆さんも作ってくださいね。ではまた。